ジェニファー、ジェン・サーはアメリカ合衆国の棒高飛び選手。2012年ロンドンオリンピックの金メダリスト。ニューヨーク州、シャトークア軍、フレドニア出身。2010年1月にコーチのリック・サーと結婚した。旧姓はスタチンスキ。サーはまだ幼かった6歳からソフトボールを始め、9歳からは祖父に連れられ、ゴルフも始めた。高校では、 ソフトボールのほか、バスケットボール、サッカー、陸上にも取り組み、2000年にはシニアの部でニューヨーク州の五種競技のチャンピオンに輝いている。サーは、ロチスターのロバーツ・ウェスレアン大学に進学した後、大学ではバスケットボールと陸上に取り組んだ。バスケットボールでは2003年から2004年のシーズンに NC シアの全国大会に出場を果たす。 ロバーツ・ウェスレアン大学では、バスケットボールで1819得点の大学、新記録、さらに陸上でも100メートルハードル、400メートルハードル、やりのげ、総高跳びの大学新記録を樹立して卒業した。サーは、大学在学中の2005年に、棒高跳びで、全米室内選手権に出場し4立方メートル後で優勝を果たすと2006年には、ほとんど毎大会で、 自己ベストを更新していき、ステイシー・ドラギラに次ぎ、米国歴代2位の記録を出すに至った。同年には4ル5 5で全米選手権を初制覇し、ワールドアスレチックファイナルでも3位入賞を果たしている。2007年5月には、ドラギラが持っていたアメリカ記録を1トル更新する4ル8 4を記録した。6月には、 ロシアのスベトラーナ・フェオファノワと並ぶ4メートル8 8の世界歴代2位大記録を樹立した。サーはこの記録を成功させた後、バーをエレーナ・イシンバイワが持つ5メートル0 2の世界記録の高さまで上げたが、惜しくもクリアすることはできなかった。2008年5月には4メートル9 0のアメリカ新記録世界歴代2位の記録を達成した。 サーは再び5メートル0 2の世界新記録を目指すが、クリアすることはできなかった。7月6日のオリンピック代表を選考する全米選手権では4メートル9 2のアメリカ新記録でオリンピック出場を決めた。7月25日にはロンドンで維新バエ和と対戦。サーの記録は4メートル8 1で維新バエ和の4メートル9 3に及ばなかったものの、 両者とも5メートル04の世界新記録に挑むといったシーンが見られた。そして北京オリンピックでは、サーは4メートル55からスタートすると4メートル80まで成功させた。一方の維新梅はも4メートル70からスタートし1回で成功している。この時点で金メダルは2人に絞られた。四メートル十五を維新梅は一回で成功させると、サーは この高さをパス。次の4メートル9 0維新梅和はパスした。しかしサーは、この高さを3回とも失敗し、サーの銀メダルが確定した。維新梅和は4メートル9 5を成功させ、5メートル0後にバーを上げるとこの高さを3回目に、クリア、に大会連続の世界新記録による、金メダルとなった。2012年8月のロンドン五輪では、 イシン映エワやキューバのヤリスレイ・シルバラを抑えて初優勝を果たした。2013年3月2日アメリカ室内選手権においてイシン映えはの持っていた世界室内記録を1センチメートル上回る5メートル0に、をクリアし女子選手では史上2人目となる5メートルボールダーとなった。ありがとうございます。